わっさー、はい、琵琶湖ガイドニックネームなすびですよろしくお願いいたします。なすびガイド、3月25日の、月曜日と27日の、本日の水曜日のお話をしていきたいと思います。3月25日は、いつもお世話になっております、ありがとうございます、吉村さんと小学校3年生の T 君に遊びに来ていただきました、ありがとうございます。で結構ね、寒い一日だったんですけど、まあ、風も弱くて、まあなんとか釣りはできたかなという感じではあります。で、まあ、今週ぐらいから結構暖かくなるらしいんですけど、まあ、その当時、まあ、3日前は三寒四温の寒ということで、まあ、いつも通り、まあ、ウィードエリアを、まあ、点々と結構ピンスポットで狙っていくんですけど、まあ、カバースキャストだったりとか、まあ、ミドストだったり、それを中心としながらで、まあ、小学校3年生の T 君を遊びに来ていただいてお迎えするにあたって、ドラッキング、このウィードのチャンネルライン、何個のチャンネルラインをドラッキングでやるのが結構ね効率いいんじゃないかなというふうに、もうやってたんですけど、まあ、そういうのももちろん交えながらやってて、でちょっとね反応がやっぱり悪くてなかなか食いにくいなっていう、状況だったんですけど、最後の最後の、ウィードエッジの魚が結構回遊するスポット何個の大体真ん中ぐらいのエリアなんですけど、そこでうまいこと地合いがはまって、吉村さんの坂股シャット4インチの 1.8 グラムのミドストじゃないミドストで、なんとか50アップが釣っていただいて、最近のこの琵琶湖の周期、まあ、今日大潮4日目で、その当時の3月25日は大潮2日目ですよね、その大潮のこのタイミングで、まあ、食えば結構でかいんですけど、まあ、なかなかバイトがない、まあ、こういう周期って結構ねあるんですけど、その中で、食わせた一発だったのでめちゃめちゃ嬉しかったです。すごい対抗の一発だったので、ということで、吉村さんと T 君一日ありがとうございました。また来月も来ていただけるということでよろしくお願いいたします、ありがとうございます。で昨日が3月26日なんですけど、すごい大雨予報によりちょっと中止とさせていただきました。で本日3月27日の水曜日が、早川さんと、Z さんに遊びに来ていただきました。こちらのお二方もいつもありがとうございます。で今日朝から、ウィードエリアに入りまして、朝ちょっと、ね、雨が降ってたんですけど、まあ、次第に天気も良くなってきた、まあ、午前中風もなくて釣りがしやすかったんですけど、まあ、そのところでウィードエリアで、カバースキャット 3.5 インチの天下一品からあっさりネギダイカラーで一発 Z さんに釣っていただいて、で昼前の、まあ、結構暖かくなったタイミングで、早川さんが坂股シャット1.8 グラムの坂本シャット4インチの 1.8 グラムのミドストじゃないミドストでどっちも50アップ53センチ54センチ53センチも釣られて、よかったっていう感じで、昼ご飯に行きました。でまあランチをゆっくり食べて、で昼からもちょっと魚を狙っていきましょうということで、まあ、ミノをやったりとか、まあ、カバースケットミドストは もちろんなんですけど、まあ、スイムジグも交えたりとか、まあ、一応そのスポットに合わせたルアー選択をして、まあ、コロ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 と、場所を、ね、ローテーションしていったんですけど、昼からちょっと風が吹いたことによってなんか魚が散ってるというか、まあ、食わせにくいというような状況になってしまって、そのままタイムアップという感じに、終わりました。でなんか周りのお話を聞いてると今日は結構厳しかったみたいな感じなんですけど、まあ、最近のねナスビガイド的にもう厳しい時も釣れる時もねあんまり釣果変わらなくて、まあ、なんやかんや1本2本がポロポロと反応する、まあ、線虫ではまあそんな感じですね、誰も釣れないっていうのが最近あんまりないんですけど、まあ、なんとか釣れているっていうような現状かなというふうには思います。ただ本当に明日明後日以降から結構暖かくなるんで魚の活性も一気に上がると思いますので、非常に楽しみだなというふうには思っております。ということで早川さんと、Z さん一日ありがとうございました、またよろしくお願いいたします。ということで、3月25日と27日の最近のナスビガイドのお話でした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。ナスビガイド4月以降もね募集しておりますのでよろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。